江ノ島電鉄500系電車は、江ノ島電鉄の電車。老朽化の進んだ300系の置き換え用として2006年からに編成導入された。製造は東急車両製造。車体は枕張りと中張り以外はステンレス製とした、江ノ電発のオールステンレス車両であるが、20型と同一の塗装が施された。なお、日本国内においては、 平洋軌道が存在する路線に投入される車両としては初のオールステンレス車両である。丸みを帯びた車体デザインはエノデン自身が初代500型を意識して設計したこともあり、同形式を彷彿とさせる部分もある。公式サイトや記念乗車券でも同形式の写真などを掲載している。前面にはスカートを装着した。乗降用扉は両ビラ軌で窓ガラスは 服装構造とされ、凹凸は極力なくし、種子や皮膚の挟み込みを防止した。加えてドアチャイムも設けた。終電装置は各社先頭よりにシングルアーム式パンタグラフを搭載している。屋根上中央部には一両につき、出力2 4 4 2ットの集中式冷房装置と空調制御装置を配置した。エノデンは 海岸戦争を走行する戦型であるため、機器のカバーや主枠にステンレスを使用した。足回り関係では従来車の抵抗制御から脱却し、エノデン発の VVVF インバータ制御が採用された。ただし、補助電源装置、空気圧縮機、蓄電池など一部の補助機器は501回が304回から502回が303回から流用されており、 台車も種車からの流用品であるが、従来の直流直巻電動機から、カゴ形三小誘導電動機の搭載に対応し、また、車体の電飾防止の観点から絶縁を強化している。主制御装置は、東洋電気製造製の ATRM460RG695A である。制御阻止として、 IPM を採用したことで軽量化を図り、電子回路を密閉することで人愛の侵入を防止し、機器の高信頼化と保守の軽減を図った。また、これも、エノデンでは、初の改正ブレーキも装備され、改正執行対策として発電ブレーキも併用されている。また、この制御機は、河川電圧が直流 750V の路線にも、小変更で対応できるように設計されている。 主電動機は TDK-6252A である。駆動装置は 300K の更新工事で採用された中空カルダン駆動用のものを TD 継手用に変更した KD-110BM であり、小歯車周りは申請したが歯車箱は廃車になった 300K のものを流用している。歯車比は82-13である。車内自動放送装置についても エノデン発となる英語放送を併用したものが使用され、その後他の音声合成放送装置搭載編成でも英語放送が追加された。ドアステッカーは501回は丸型の502回は四角形のそれぞれ従来品とは異なる新しいデザインのものが採用された。なお、502回で採用されたステッカーはその後501回や他形式にも重複された。 扉上部の車内案内表示器はエノデンでは、初採用の2機の液晶ディスプレイで、右側に路線案内、左側に DVD による沿線案内が表示される。501階が304階の置き換え用として2006年3月27日より営業運転を開始。2年後の2008年3月31日に300。 計303回の置き換え用として502回が営業運転を開始した。運用は各形式と共通で、他形式とも並結運転を行う。4両編成で運転する際、通常は連結面側のパンタグラフを下げ、先頭と最後尾の2機のみを上げて運転されるが、本形式が他社と4両編成を組む際は、 改正執行を防止するためか4機すべてのパンタグラフを挙げて運転されている。路面電車に代表される併用軌道を持つ路線においては自動車との衝突事故の可能性が高いことから事故発生時の損傷からの復元が難しいオールステンレス車両は日本国内においてはこれらの路線に投入された例は江ノ電のみである。かつて道路併用橋の犬山橋が存在した。 名古屋鉄道もオールステンレス車両の投入は犬山橋の道路分離が行われた後の2002年からである。音色は20型と同一の東京都交通局タイプのものを採用している。501階はソニー製の502階はアルパイン製の車載用 DVD プレイヤーが乗務員室に搭載されている。ありがとうございます。